富田木です。鈴木明人です。俺から高いの印象どっちからでもいい。楽しいな。明人はもうね、初日からもう何も言わないのに俺の洗濯物とか取ってきてくれるし、はい、しっかりしてたね。僕たちはちょっとトミ君まだいじれないんですけど、いじってます。いや全然いじってないですけど、なんか上の人たちがいじるんで、まあ、それをトミ君は嬉しがってるっていうのを嬉しがって周りから見てます。見てるだけです。この1年ですごい成長したなっていう、なんか手も取れるしボールも収まるし、なんか最初の頃よりすごいなんか考えながらプレーしてるなっていう風には感じます。嬉しいです。シンプルに考えてるあれは分かんないですけど。考えてなかった。いやまあもう考えろじゃん。コースで入ってきたんで、シュートのコースがもうなくて、ちょっとそれにびっくりしました。今も自分が見せても全部止めてくれるんで、本当頼りになってます。今日こいつ練習でさ、俺からループシュート決めたんですよ。止めさせるよ、あれは。まだないっすね。これからっすね。俺まだないね。これから見つけたいですね。2018年のアウェイエスパルスの時のあとで DVD になったやつ、俺その年に入ったんですけど、みんななんか泣きながらもうすごかった、すごいなと思いました。でもびっくりしたマジで。でもすごいいいチームだなと思いました。俺もなぜか泣いてた。なぜか。なんやろ、失礼 してないっす。マジでないっすか。これからじゃあ、これが多分出てくるっす、絶対に。これは天皇杯だったんですけど、最初、全部 0-0 で PK も 3-0 で勝って、そこから試合出れるようになったから、でその天皇杯があったから今もまだ現役でやれてるのかなって思います。ルヴァンカップの初戦かな、ホーム福岡戦、5分ぐらいしか出てないですけど、周りも雰囲気いいじゃないですか。そんな経験したことないから、サッカー人生で一番楽しかったです、その時が。俺ルキアどういう感じなのかなって。純之介。なんで？ちょっと何してるか分かんないじゃん。確かに。ちょっと味わってみます。感じを。謎だよね。謎なんで。同期でも分かんないですよ、あれは。言うとかな。うわ頼もしいじゃん。なんか何でもできそう。サバイバル強そうだし。頼りなさそう。ちょっとちょっとちょっとじゃねえ。ちょっと全部俺に任せてきそう。そうだね。正解かもしれない。サバ。サバ？なんで知らないんだよ。後で教えてやるけど。東大阪市は花園ラグビー場です。それしかないです。埼玉はね、深谷ネギ、草加せんべい、あと川越、芋か、さつまいも、焼き芋とか。自慢できます。ここに行きたいというか、怪我をしないように頑張ります。まあ、ゴールしかないんじゃないですか。そ
それしかないです。まあ、全部で、全部期待しててください。怪我をしないで、チームとして上積みして、開幕に向けて、全員でしっかり準備して、残りのキャンプを充実した日々を送りたいと思います。個人の成長もして、チームとしても成長して、本当にいい開幕を迎えられるように頑張ります。